死ぬか。うわすげえ。今年出た。今年出た。ちょっと前にさ。あもうでも高いやつしてもうプレミアチーズやつだけ売ってんだ。普通のやつもあります。うわすげえ。でもこれ2万円とかでこれプレミアチーズだもん。多少ついてるやつもついてる。あマジ大体6万乗ってる。あマジ新品中古か。新古みたいな。マジ何年前なんですか。有名だこれ。そうこれ多分プレミアついて1800万とか。マジ定価2万円。これプレミアついてる。いやジョーラン昔の。いやこれ最近去年出たよ。去年出て普通に買ったらみんなじゃあドラムわかんない。うわすげえ。それ出た今年出た。いやちょっと前これもやばい。ってことはそのネットとかで普通に買えるんだ。はい、なんなら予約。予約っていうかもともと最初は抽選販売みたいな感じで抽選して抽選これもやばいです。でその抽選とかしてるだけで結構これなるじゃん。そうそう当てるだけで。そういうことやね。でこの店舗にないやつを自分持ってたんです。マジまあまあいいねな。そういうのでももう抽選で買ってみんな買って売るんだ。うん、転売目的で買う人もいます。いっぱいおるわな、それは。うん、そう好きなんだもん、うん、抽選でやっとんな。ちゃんとお前だってナイキだもん。なんて言ったってこいつ好きなんだな。これプレミアついてんの。これついてるんです。普通にナイキ。あのこれ非売品の値段もついてないもんね。これ花道で桜上げ花道あれが冗談っていうの。俺らはパーだけにしてくれ。ナイキさんに呼ばれる。俺やっぱナイキ好きなんだお前。めっちゃ好きっす。ナイキはでもいいよな。ナイキは世界好きだよ。お前なんか言おうと思ってとにかく喋ろうと思うのやめろって、はい、とにかく喋るのやめろ。カニも全開でしょ。めっちゃやばかったよね。死ぬか。そんな好きなの。めっちゃ好きっす。そう。いらないって。降りれんぞ。後ろ側に見る。お前立てるじゃん。すごいっすよ。怖いっすよ。すごい。お前立てる。どうやって。一人立てるの。恥ずかしくやらないから。みんながいないと本当にやらない。怖いっすよ。大丈夫、行けなくていい。どこ取ってる。最初それ誰か支えてあげる。あれ、うん、両手で持ってた方がいい。両手で持ってた方がいい。両手で危ない。え、あいやちょっと前にした前にこれイタスラの後ろにしかいない。後ろに来たら後ろに帰った。前が一番面白いじゃないか。何が一番恥ずかしかった。
で前に倒したら前に動くんでしょ。違う、じゃあそうだった、ほらディナーうまいもんな。めっちゃうめえ。ディナーうめえもんな。なんでなぜできるの。あ、片足ずつ違うんだ。めっちゃかっこいいよ。ディナーうまくね。これうまいできるから普通に欲しいんだな。会社であそこずっと息してる。ありがとう、またありがとうございます。タックスフリー、タックスフリーショップアッキーワン、これ行ってみようか。私あれ千葉県のよく飾った、これジャパン、タックラバタックラバだ、千葉県のこれ、こういうの飾ってたよ。お前違うか、ずっとあのなんかあるじゃん、あのなんか平道正樹っていうなんかあの花札みたいな木札みたいなつけてたよ。最後の高野君がちゃんと本物かどうか喋ってみた。来てます。めっちゃ笑ってる。マガンダ、またサルマっぽよ。どこ住んでんのって。で、聞いたの。言ってた。どこ住んでんの。お前しゃべってないだろ。え、いや、直接はしゃべる、恥ずかしい。いや、俺しゃべらないですよ。その単語しかない。聞いたら、あ、これ、あ、こういうこと言っとったな。言っとったな、わかる。なんとなくちょっとわかった。ふたきなおとか。わかったの。どこ行く。なんか、なんもないんじゃない、こっちあんの。なんか、アメ横行ったけど。え、アメ横。アミヤコじゃない。アミヤコ、なんかいろいろあるね。コンクリート前とか。盗撮するやつ。盗撮。あ、マジ。入ってみようか。面白そうじゃん。うわ、すごいな。どこ、ここ入ってくの。そうそう。あれ、あそこ。かけてみる。うわ、めっちゃ人おるやん。まあ、盗撮なんか。めっちゃスマホ売ってるじゃん。やべ。めっちゃ売ってるやん。やべ。なんかこれ使えるの。すげえな。めちゃくちゃなんかあるじゃん。めちゃくちゃあるよ。なんかオーディオとかにハマってる。やばいけどすげえな。もう本当になんか電子街って感じだな。映画とかに出てきそうだよねこれ。すげえな。何使うんだ。何使う。すげえな。スーパーファミリーコンピューターに入ってから。日本じゃないんじゃん。好きなこれ、どこなんすか、あれが売ってるの。いや、多分そこら辺に売ってるんですか。防犯カメラとかコンプリート。じゃあそこ見てください、全部防犯カメラですからね。うわ、すげえ。見てみましょう、これポチョって。あ、すいません、コンクリートマークとかあります。コンクリートマークって何。盗聴器じゃん。あ、コンクリートマーク、あ、あれっすか。あ、これ盗聴器だ。本当なの？それコンクリートマイク。隣の部屋の音が聞こえるの？そうです。すごいでしょ？コンクリートね。え、コンクリート向こうに聞こえる。これめっちゃいいっすよ。これじゃないですか？これ、3万円だけど。これ何？それは盗聴器。盗聴器ですね、これ。あ、本当？あ、これを何？ピッて刺した音が聞こえる。隣でね。すごいね。こうやってカチッてやって、こうやって聞くんですよね。スパイじゃん。すごいな。カメラとかあるっすね。カメラ。これもカメラじゃん。これすげえ。携帯のあれですもんね。カメラがついてるしかも見方がメガネ。メガネ型ってコナンっすよ。そう。メガネ型ビデオカメラ。まずいコナンのセカンド。すげえ。忍者が。トークに行ってみましょう。撮られてるんだな。地雷系メイク。何の？なんか地雷系メイクってのが今流行ってるらしい。何なんすよ、地雷系。メンヘラっぽいやん、メイク。なんか今流行ってる。何メンヘラって。メンヘラって、オーディーってやつ、中学校のメンヘラ。なんだこれ。普通だから、お前そうだろ。そういうことだよ。いい匂いしてきた。お好みかなんか食べてぇなぁ。あ、ビジネミー。酒あるんか？酒はあるんだね。一杯飲んでこうぜ。俺飲みたいよ。サリー。あ、生ビールあるし、一杯ずつ飲んでこうか。じゃあお疲れ様です。最後の最後だな、締めで。はい、お疲れ様です。
こっちの後で何撮るんだお前見たことあるのお前何やっとんのお前見たことあるのおお元気してるの何やっとんの今ボスやってますあマジではい俺らも変わっちゃったもん全然分かんないちょっと待ってくれ動画出ていいはい動画来ちゃっていいあ、大丈夫元気めっちゃ可愛い顔するよ。だって二十歳だよ。二十歳です。はい。働いてる。あ、前持ったやつじゃん。すごいな。世の中本当狭いな。狭いですね。いただきます。いただきます。いや。食べ。もう先。これじゃないな。猫舌だから。ラジオ。オリパンタッカー。暑い。暑いでしょう。これお前です熱さみんな喉こりゃやばいよ涙出たさあじゃあ今日締めで なんかどうしようなんかある面白い話新年早々ない面白い話しかないか芸能人ぶってるのお前最近タレントぶってるよお前面白くないんですけどやる寺道正樹のスペラない話やってみるやってみるいや8割滑るんで出ないかだろ違うカットだね表にも出んよカットだから滑ってないと一緒だからね出ないから存在してないと一緒だから滑ることすらできないあとポテトだけあ、ありがとう。正月早々ジャンクフード食って。あれだな。大好きで。何しに来たんだ、お前ら、みたいな。世界が。ああ、そういうやつな。昔あったよな、マックとかでな。ありました。うまいわ。うん。めちゃめちゃポテト食ってるやん。食ったら止まらなくて、うん、あ、これ美味しいな明日からも仕事だろ今日仕事できないと思うほら、おるよあ、仕事なしでどうぞキネさんに取りなさいよ出てない出られたろ、キネ岡部のマッサージえ岡部のマッサージあ、出てたのさあ、じゃあまあ進めだしあ今日3本目じゃ3本目っすね1本目が酒飲みで2本目がドンキワシキンチンネゼ3本目3本目何3本目も飲みたこ焼き屋で飲み飲んで飲んで飲んでなんか酒飲み動画みたいなの出てるな最近ななんか企画ないととりあえず酒飲もうかみたいな感じになってるよな今年の抱負とかあるのじゃあどういう順番でいくどういう順番でいくやってみようそういうのも前に増えるよもう今日一日だったね自分からこういうのあれですかちょっとお前のカメラさんも見せてもらったないわよーいスタートじゃあ外中さんからとりあえず、ああとりあえず今年の抱負外中さんから外中さんが外中さん外中外中だ外タレ外タレ外国人タレント外国人タレントはいどうぞ、はい、抱負2022年の抱負を、うん、2022年は、まあ、お酒はあんまり飲まずタバコもあんまり吸わず初っ端から飲んでるしでタバコもあんまり吸わずお酒もあんまり飲まず体に気をつけて元気に精一杯前なんか宮本哲夫からこうじゃなんか雨にも風にも負けぬ丈夫な体を持つみたいな精一杯それに来てその男に僕はなりたいダンサーの女だ君は本当正月早々死んでほしいけど正月早々死んでほしい人はワーストランキング1位じゃあ、どっち以上お前もこうやって引き切らなかった死んでほしいです、マジで
死んでほしいですまでは言ったことないじゃん。俺には何だろう。死ねなんて言ったことない。言ってること言ってるよ。何を言ってみてごらん。クソとかクズとかハゲとか。アデランスしてるから。死ぬよりよくそっちの方がいい。アデランスしてるから。はい。もうそれ以上ないし。では、じゃあ、竹さんから。竹さん自分ですか、うん、自分らしく。いられることお前らしく今出てんいられてないじゃん。まだ出てる。だから今年の抱負なんじゃ。なんなんて。自分らしくって。ああ、今度は自分らしくレディー。なるほど。え、やばくないわ、ね、今のシンプルやばいよ。今反省会してるのかよ。二度こと言うんじゃねえよ。いや、今のびっくりした。いや、びっくりしたわ。え、待って、今年の抱負なのにと思った。終わったで今年。なんか終わったみたいな。ないでいい。たった4日しか経ってない。ちょっと自分らしく、自分を表現できるよ。なるほどな。悪いな。でもそういうのが視聴者伝わるもんな。でまた行ってみたいとかだな。あこいつら楽しそうだなとか。そうだね、多分。やっぱ絵がつまんないとなんか気使ってんのかなとか、なんかこうなのか勝手な推測しだすな、みんな。リュウジンたちは喋らんもんね、そういう風にも見えるだろう。よくコメントなんか書かれるもんな、みんなに上がってるとかさ。あ、だから全然違うのに。最初の頃書かれてましたね。だからそういう風に映るんだよな、喋ってないって。俺と手前だけはワンワン言って、お前らあーはいみたいな。みんな弾いてたやんか、あの時もそうじゃん。豊か呼んで喋った時も。みんな弾いてるよ。弾いてねえよ。こっちが引いたわ、あんな仕事使いやがって。お前らマジ、めっちゃ過ぎてた。俺がボロカスだからね。まあ、酒飲んだけどね。で、リュウジの抱負は、はい、僕の抱負ですか。僕の抱負は、まあ、仲間にもっと厳しくなれる。あー、なるほど。あー、それいい抱負だな。なりたいですね。まあ、言うべき、まあ、思ったことをちゃんと言葉に出すっていうか、言っても関係ないな。どうやって言うかをやっぱ考えて、それすげえ大事だな。ただ嫌いだけじゃないな。ぼーっとしたいけどから。